You're listening to Shibuya Cross FM.皆さんこんばんは。本日も始まりました AKB48 大西桃花の渋谷でパラダイス、略して渋パラ、 MC を務めさせていただきます、大西桃花です。よろしくお願いします。イエイ。はい、ということでこの番組は毎月第3火曜日18時より50分間渋谷クロス FM さんのスタジオから公開生放送でお送りいたします。毎回スペシャルゲストの方を迎えて、私大西がありがたいお話や貴重な情報、おすすめ情報などを引き出して、スペシャルゲストの方の魅力を皆様にお伝えし、さらに持ち込み企画などで盛り上げていこうという内容盛りだくさんの番組となっております。ということで、もうね、目の前に早速ねスペシャルゲストの方が来てくれているので、自己紹介の方お願いします。はい、48グループ1のいろじろー、 AKB48 の長野せりかです。よろしくお願いします。せりちゃんが来てくれました。ももちゃん、やっほーお願いします。せりちゃん、あ、どうも。はい、久しぶりね。渋パラに来てくれるのは、うん、10回目ぐらいかもう本当にほぼ準レギュラー並みにせりちゃんは来てくれていて、はい、公式で最後に来たのが去年、去年2021年11月ぶりって書いてるんですけど、あ、じゃあ去年来てない。去年は来てないかも。あ、来てないよね。これは大西さんの代打で2022年4月で、これ何？私代打で出たってこと？あ、出た？覚えてないの？出ましたっけ私？出てない、出てた？あ、浜さんと2人で、ね、あー覚えてる。なんか浜さんが大西の代わりに渋パラ出てくれたんだけど、うん、なんか助けてっていう動画が送られてきた。そうだっけ？そう、あ、そっか、大西帰ってきてみたいな。あ、2人でそうやったか。そうだわ、なんか思い出した。それがじゃあラストだ。そうですね。で、今年、うん、あの公式としては初なんですけど、はい、6月か6月今年の6月に、そうそうそう、大西が、あれ誰やったっけ、左とまやかちゃん、あ、そうや、あの左ともあやかちゃんがゲストの回の時に、うん、たまたま、そう、もうこのね観覧してくださっているところに紛れて浜せりがいてて、そうそう、で、もう非公式でおいでよって言って、 そのまま4人で、うん、そうラジオして、終わってからご飯食べに行ったりしたね。そう、懐かしい。まあ、そんな感じでね、せりちゃんはもう本当にたくさん出てくれているということで、はい、ありがとうございます。じゃあ本日もよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでそれでは番組の方を進めていきたいと思います。渋パラでは番組のコメント、感想などをツイッター、ツイッターじゃない、お、X ですよ。 X です。ツイッター改め X にて募集しております。ハッシュタグ渋パラにてたくさんのツイートお待ちしております。それでは最初のコーナーに行ってみましょう。最初のコーナーはこちら、時々メモリアル。イエーイ、ありがとうございます。ですね、このコーナーは心が通い切っている長野せりかちゃんと大西が話す今だからこそのメモリアル的なトークができたらいいなと思う結果ありきのコーナーとなっております。はい、まあでも今回は、うん、あの私大西桃花が、うん、あの卒業発表させていただいてから初めての渋パラになるので、うんうん、あの卒業のことだったり、あの今まで、まあ、お互い、まあ、10年目でずっと同期でやってきた関西メンバーの中なので、うん、はい、まあ、その思い出とかをね話していけたらいいなっていうふうに思っております。はい、はい、お願いします。お願いします。何よそのスタンスさっきからお願いします初心者スタイルでやらせてもらってます。あ、じゃあそうだね、初心を忘れずね、はい、やっていきましょう。じゃあ、うん、あの、あ、ありがとう、早速なんですけど、あ、仕切ってくれるの、はい、ありがとう。あの、ももちゃんは先日チーム K 公演で卒業発表しましたけど、はい、まずはその時の心境から教えていただいてもよろしいでしょうか。こんなご丁寧な感じにやりますか、はい結構気の知れた中だからゆるってやるのかなと思ったんだけど、うん、やっぱ丁寧に、ね、皆さんが気になってることを代弁して言います。 ありがとうございます、はい、そう、心境、うん、あ、でもなんだろう、まあ、私はその先日舞台を終えたばっかりで、そうだ、うん、でこう武道館の通しリハーサルっていうのも、もうすぐ始まっていて、うんうん、結構もう
あの考える余裕が最初なくて、卒業もうすぐ卒業発表だみたいな、うんうん、こう舞台期間中はわあと1週間で卒業発表や、あと3日やとか考えてたけど、うんうん、あの舞台終わってからは正直考える暇もなくて、うん、そうね、だからあの卒業発表で言う時の言葉とかも、うん、しっかりはもう考えれてなくて、うんうんうん、だから本当にその場になってから、ちょっと待ってくださいっていうのも、うん、あ今しかないみたいな感じで言ったりとかして、うんうんうん、なんか正直そうですね、でも、うん、なんか気づいたら終わってたみたいな、あ気づいたら手挙げて、うん、気づいたら発表してて、気づいたら終わってた、うん、で気づいたらお家帰ってたみたいな感じだったので、うん、なんかその瞬間がもう夢みたいな感じだったというか、うん、そうね、あの他の子のさ卒業発表とかはそばでずっと見たりとかはしてきたけど、うん、ま、なんかそれが自分側になるってなるとやっぱり、うん、なんか現実味がやっぱり私自身もないというか、うんうん、そうですね、なんなら今もしっかり実感が湧いているかって言われたらそこまでなんか湧いているわけでもなく、でもこう卒業発表してあのたくさんの方から反応をいただけて、あなんか嬉しい言葉ばっかりだったから、うん、幸せだなっていう、その今ホワホワした感じでずっと過ごしてますね。わー、いや私もその卒業発表の時、うん、チーム系公演観覧させてもらって、そう見に来てくれてたんですよ本当に、うん、その日のチーム系公演の前って本当に武道館コンサートの通しリハーサルの後で、そう、ね、もうすごいもうみんな疲れ切っている中、うん、チーム系のメンバーは公演に行って、うん、わーマジでお疲れ様と思いながら私も見に行ったんですけど、ありがとう、なんかすごいめっちゃキラキラしててメンバーが、うんうん、なんかリハーサルの時もすっぴんだし、なんかそんなキラキラしたのとか全く見えなかったけど、うん、やっぱりステージに立つと、うん、あやっぱキラキラして素敵だなって思って、でももちゃんなんて舞台終わりでめちゃめちゃ忙しいのに、うん、そんな素振りも一切見せずにキラキラしてて、嬉しい、まさか発表するなんて思わないぐらいもういつも通りで素振り見ててなかった、そう、あの本当に発表しちゃうのかなっていう、うん、ね、寂しい気持ちでいっぱいだったんですけど、嬉しい、卒業発表の文章も、うん、文章、うん、メッセージもめちゃめちゃ素敵だし、うん、ももちゃんらしいなって思いました、ね、嬉しい、ありがとうし、チーム系のメンバーがめちゃめちゃ悲しんでて、やっぱりいろんなチームのメンバーから愛されてるんだなって改めて思いました。嬉しいね、ありがとうございます、うん、でもずっとチーム系公演で発表したいっていうのを私は言ってたので、あそうなんだ、そう、あの、まあ、チーム、ね、8の、ね、公演は結構前に終わってしまっていたので、で、あのもうそのある程度のメンバーで打ち切りだったんですよね、うん、あのあそう、うん、一応チーム8はさ4月にあの一応ね、うん、終わったんですけど、そこら辺までに発表した子は、うん、あのチームメイトがもともとやってたあの雫公演で、うん、あのできる子が多かったんですけど、そうそうそう、もうこのメンバーまでですって言われてから、うん、そう雫公演ができないってなったから、もうそうなったらもう一度絶対にあのもう逆上がり公演がいいって、うん、なんか自分の中で劇場公演のポジションって大西今までずっと下から数えた方が早いぐらいのポジションでずっとやってて、うん、雫公演もそうじゃん、あ、うん、そう、私とセリちゃん同じポジションなんですけど、うん、まあ、一番下、そう下の我々の一番下のポジションで頑張ってたんですけど、うんうん、でも大西だからその村山4とか今までの公演、うん、8でやってきた公演も含め、うんうん、チーム K の逆上がり公演が一番自分の中での立ち位置が高くて、うん、それが私はすごく嬉しかったので、なんかそういう自分の憧れの、まあ、1列目とかに立って、うんうん、あのできる公演で発表したいなっていうのがあったので、そう、あのいい割とね頑張って、そうスタッフさんに千秋楽前にどうかちょっと入れてもらって発表させていただいたっていう形でございました、うん、でもあれだよね、鬼氏が卒業するから、うんうん、セリちゃんがラストなんですよ、関西メンバーね。そう、誰が想像したと思うこの現状を。そうなんだよね、なんかもう昔やったらさ、うん、まあでも昔は割とセリちゃんが最後なんじゃないかみたいな、あ昔は、うん、そうあったけど、ほんと初期ね、うん、そう、でもなんか大西もなんか割とこう結構やめるやめる言いながらずっと残ってたから、うんうんうん、ワンチャン大西がラスト説もあったんだけど、うん、そう
大西は、うん、関西メンバーの中で最後になりたくないってずっと言ってたんですよ。おかしいですよねその発言ね。どう考えてもそう、まあ、まあそれはね別に考えてもなかったけど、まあまあ、結果的にまあそうなったっていうのもあって、うんうん、どう？いやどう？どう？でもチームエイトがもうそもそも休止してるからね、そうチームエイトが休止してるからもう関西メンバーっていうねくくりでパフォーマンスすることももうないから。そうだね、まあもうなんもないけど、うん、でも友達がまた一人減ってしまう。いやそうなんだよね、楽屋で一緒に過ごす人がいない、うん、いやだからさこう、うん、それこそ今年入ってからかな、うん、あの割と自分の、まあ、メンバーの中でも友達って言えるような子が割ともう卒業しちゃったから、うんうん、確かになんかこうね卒業するときにさ、うん、卒業公演とかってメンバー自分で何人か呼べたりするじゃん、うんうんうん、これなんか、まあ、もちろん今でも呼べるぐらい仲いい子はいっぱいいるけど、うんうん、でもあこの子になんか卒業公演行ってほしかったなっていう子たちもみんな辞めてっちゃったから、うんうん、それがねやっぱ寂しいなって思うよね。寂しい、うん、寂しすぎる。でもあのももちゃんはその、うん、すごい今すがすがしいというかその、うん、ネガティブな卒業ではないっていうかそのまあまあそうだね、すごい何もかもやりきっての卒業発表だと思うから、うん、私自身もなんか応援しています今後。 ありがとうございます、はい、一緒に活動できなくなるの寂しいんですけれども、うん、2月までぐらいかなって思ってるまで、うん、もうめちゃめちゃ思い出を作っていきたいと思います、うん、ありがとうございます、はい、お願いします。意地でも横にいます。ももちゃんの隣は私が立ちます。本当そう、ももちゃんの隣はずっと私、はい、おーありがとうございます、はい、じゃあずっと隣いてください、はい、卒業までね、はい、お願いいたします。お願いします。じゃあまあ2人の思い出とかもね、はい、ちょっと話していけたらいいなと思うんですけど、うん、まあだってもう来年の4月で10周年で11年目そう早なわけないじゃない、うん、だから今10年目だからもうさたくさんの思い出があるわけじゃない、うん、まあ、それこそ関西メンバーでさずっと一緒でさうんうん、うん、だからなんかお互いの中で一番印象に残ってることをーせーので言って一緒だったら、うん、すごい それをそう検証してみたいんですけど、うん、ありますよ。あるもう決まってる、うんうん、一言でパって言う。そうだね、一言でなるべく言いたいね。それは、うん、場所出来事ちょっと待って、場所っていうのは、うん、その思い出の出来事が起きた場所というか。あ、うん、待って、あれ大丈夫、うん、場所で、あ、場所で行こう、うん、ものもの？待って、もの？あれ、場所で。場所でちょっと行ってみていい？じゃあせーので言う。はい。くで。大丈夫そうこれ。合いそうな気せへんけど、行くで。せーの、水沢橋。多分同じ。これ多分同じ。多分同じ。同じ。同じ？まあ同じやな。出来事か。でも場所ではあるよね。そうね、特定された場所では、うん、そう大西は、うん、あのセリちゃんとはやっぱずっと地元でね、うん、そうそうそう、こう、まあ、奈良と大阪で近かったの で、うん、あの初期の頃プライベートで遊ぶ地元で遊ぶのが一番多かったんですよ、うん、セリちゃんと。そうなんです。で、まあ、セリちゃんその時あの中学校2年生そう中2そうで私が高校2年生とかだったから、うん、あのさすがにこうさ県外には出せないから過保護だから私がそのセリちゃんのとこ会いに行ってたんですよ。そう優しい、ね、そうだから心斎橋でこう集合して、うん、大西の中での一番の思い出は、うん、ウィゴーっていうね、ウィゴー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 ウィーウィーウィーゴーそうなんかあののあのよくね有名なあのお店があるんですよね、うん、洋服の そのビゴービゴーを心斎橋は
なんか 3店舗あるんですよ。あのあれ道頓堀っていうの商店街みたいなところに、そう大きい店舗が3個ぐらいね、別の場所にそうあって、まあでも中身は一緒じゃない、中身は一緒やね、店舗一緒だから、うん、だけど1号店2号店3号店で全部行ってはしごして買い物して、でそれでプリクラ撮ったりとか、そう握手会でお揃いの洋服着たりとか、2人でお揃いで買ったのに、うん、他の8メンバーも同じ服お揃いで着てたりとかして、結局ね、そう4人でお揃いだった、お揃いとかなったっていうのがお家の中で結構、いや本当にそう、そう思い出に残ってるんだけど、私もそれで本当、はい、プリクラなんですけど、でもプリクラめっちゃ撮ったよねプリクラも本当に撮って、コスプレとかさ、コスプレもしたし、したうん、いっぱいした、コスプレした、なんかリラックマとコリラックマとか、うん、あと恩師が赤ずきんと、うん、なんかあの白っぽいなんか、なんかここが 青いなんか、あアリスみたいな、みたいなやつ、不思議の国のみたいな、そうみたいなやつのコスプレとか、うん、大阪いっぱいあるんだよね、プリクラの中でコスプレ、いやわざわざね、可愛い私服で遊びに行ってるのに、そのお金払って、うん、その着替えるっていう行為、うんうん、ももちゃんとじゃないと多分私してなかったから、なんであの分かる、このめんどくさいやんか、うん、なんでよ着替えるのとか、まあまあまあ確かにな、そうだけど、なんかももちゃんとならやりたいなと思って、うん、そう着替えてやったらハマって、あハマったんだ、そうももちゃんと遊ぶときいつもコスプレしてたよね、してたよね、懐かしい、一番だからもしプリクラ撮ったメンバーセリちゃんかも、私も一番多いかも、懐かしいね、それがじゃあ思い出でございました、うん、懐かしい、でもそれってめっちゃ昔やんな、うん、めっちゃ初期、最近あるかな、そんな、まあ、最近だってプリクラ撮らないもん、ね、忙しいもんねいやだプリクラ撮る最近、うん、撮らない、撮らないでしょ、うん、そうなんだよ、うん、だからあの頃から10年、無理かも、いやうちらも年を取ったんだよね、なんかなでなでそれ、もう寂しいんですけど、ね、どうしたらいいのかな、ありがとう、はい、ありがとう、まあね、まあでもこれからもね、今後ね、うん、卒業しても長い付き合いになると思いますから、はい、ここはそうですね、よろしくお願いいたします。じゃああと1個ぐらいね、なんか話していこうかなと思うんですけど、うん、今だから言えるあの時の〇〇とかってあったりする、なんだろう、大西に対して、うん、でも私最近すごく思うのが、最近ももちゃんってめちゃめちゃかっこいいみたいな、お、うん、小宮山遥さんとか、うん、武藤凛ちゃんとかから、うん、ももかさんかっこいいみたいな感じで言われてるんです。今日もね大西ね、うん、今日投資リハーサルだったんですよ、うん、あの武道館コンサートのね、うん、であの大西が横を向いて、うん、正面じゃなくて横向いてる時があって、その時に音さんとあの向井地美音さんとおりんちゃん、うん、武藤おりんちゃんが、うんうん、キャーってやってくれたから、うん、こうやってカッコつけたらキャーってやってくれた、うん、ね目撃したよ、あ見たってやってるじゃないですか最近、うん、そうなんです、昔はそんなキャラじゃなかったよねみたいな、うん、昔はなんかあのチームエイトの関西メンバーの番組関西白書ね、関西白書の時は髪も長くて、長かった、大西ももかです、あそうみたいな誇張してるけど、感じやったのに、だいぶこれ誇張してますけど、なんか、うん、そう最近チーム A の公演とかでなんかコミさんとかがももちゃんがみたいな感じで話してるのがもうすごく不思議なの、うん、ももちゃんといえばももかでーすみたいな口みたいな感じのイメージが強すぎて、最近なんかすごいこんなこんなんやってないけどな人差し指立ててなんかやってるのがちょっとちょっとやりたくないわこれが、うん、これがなんか違和感なんですよね、エイトのメンバーにみんなに言われる、やんな、そうなんかだってももちゃんずっとこうやん、ずっとこうずっとこうじゃないよ、ずっとそうじゃないけど、なんかやらでええねんちょっと、ね、でもやっぱさ、うん、あのずっとさ大西の近くに行ってたエイトメンバーとかは、うん、そのエイトがさこうあの終了しますっていうか、うんうん、活動休止になりますってなった時、エイトを振り返ろうみたいなやつが、うんうん、メンバーの中であの企画であったんだけど、うん、みんなに見てて恥ずかしいって言われた、あのなんかおじがちょっとカッコつけてるのを、うん、なんか見てて恥ずかしいみたいな、うんうん、っていうの言われたようなこともあるから、ちょっと親目線みたいな家族目線になっちゃってるのかもしれない、そうなんだよね、でもどう最近はでもそこまででしょ、うん、おじそんなカッコつけてんの、ほら今日も可愛いでしょ、可愛いけどあの可愛いんだけど、うん、やっぱ違和感だな、でもその最近のももちゃんの方があのまあ好きっていうか、あ嬉しい、
うん、え、どれ今今今今、うん、これどっち大西はえどっち今かっこいい どれ今どれ今どっちも好きなのが大前提なんだけど、うんうん、今いいよ、うん、あ今このか別にかっこつけてない感じのやつがいいもういいし、うん、かっこつけてもまあ別にいいんじゃないかな、別にいいんじゃないかな、どっちでもいいよ結果、ね、でもよかった、結果別にどっちでもいい、そうやっぱそう、うん、見た目とかそのキャラは変わっても中身は全然変わってない、うん、すごいいい人だなって思うので、はい、ありがとうございます、全部素敵な、結局はい、嬉しい、ありがとうございます、まあ違和感ですけどね、なー、言われてるの、ねね、はい、ありがとうございます、じゃあね、はい、ちょっと時間が来たので、以上でこのコーナーを終わりたいと思います、はい、以上時々メモリアルのコーナーでした、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということでそれではここで一曲聴いてください、 AKB48 でアイドルなんかじゃなかったら、お聞きいただいたのは AKB48 でアイドルなんかじゃなかったらでした。それでは続いてのコーナーはこちら、お悩み事はありませんか、セリカのいろいろ相談室、イエーイ、乗っ取られた、そう、渋パラさん私のコーナー作ってくれてるんです、なんでやね、ありがとうございます、まあ、お願いいたします、じゃあ、はい、このコーナーはカラーセラピストの私永野セリカがそうなんだよ、ね、そう、実はね、そう、実はね、皆様のお悩みや困っていることに対してアドバイスをしていこうというコーナーです。すごいよね、カラーセラピストさんでさ、お悩みを解決できるってことでしょそう、その色、すごいじゃん、色でアドバイスしますよみたいな、なるほどね、感じ、ちょっとじゃあ相談したいんだけど、はい、あのね、これあのたくさんのね、うん、そう、これ2人に相談したいことっていうのでね、うん、あのいただいてたんですけど、はい、その中の、うん、このカホさんからいただいたやつ、はいはいはい、にめちゃめちゃ共感して、わかる、そう、カホさんからいただきました、声が小さくて隣にいても聞こえないってよく言われます、うん、お腹から声出ません、悲しい、私の気持ち伝わってほしい、うん、って来てるんですけど、わかる、めっちゃわかる、なんかさ、そう、ももちゃん、いや、こうね、あの人前に出てる時とかは腹から頑張って声出してるんですけど、うん、あのそうね、うん、でも日常で、うん、こうコンビニとかでさ、あの袋いりますかみたいな言われた時にいりませんって言ってんみたいな、そのなんか言われることがやっぱ多くて、うんうんうん、でこう普通にさ、あのメンバーとかとこう話してたりするんですよ、うん、レッスン上とかで、うんうんうん、今日3回ぐらい聞き直されて、聞き直したかも、あ、セリちゃんか待って、セリちゃんかもしれない、ももちゃんの声聞き取りにくくて、そうなんかさ、ももちゃんが聞き取りにくくてってそうだ、セリちゃんやん多分、そう、今日3回ぐらい聞き直されてもうなんかさ、別に1回目、まあ2回目ぐらいまではまだいいの、3回目までいくとさ、もうエヴァーってなっちゃうから、でもだから分かるの、このカホさんの気持ちが、分かる、私もそう、なんか多分声質ちょっと似てるよね、
似てるって言ってもらっていいの？え、なんかさ、私もめちゃめちゃ声通らなくて、うん、そうなんだよね。どんだけ大きな声を出してもマジで届かない。あれでしょ、お店ですいませんって絶対言ってもさ来ないタイプでしょ、だから言わへん。テーブルどうしよう、もしも目合うまでこう目合った瞬間にパッてこう手あげたりするからめっちゃわかる、本当に。しかもコンビニで袋の下りあるやん、うん、袋の下り来たら絶対にこう首かこの動作でね、そう動作ジェスチャーこれやめっちゃアイドルやんこんなんやんの。まあこれはやりすぎやけど、うんうん、なんかこう首振ったりとか、そっか声じゃないもんね。そう、いや分かるよ。なんかだからそれこそさ、なんか思ったんだけどさ、うん、セリちゃんが私消える行為してるからみたいな最近言ってて、うんうん、私たちって歌ってもそう人の声に消えるんだよ。なんか馴染んでいっちゃうよね。なんかこう誰かと一緒に歌ってもさ、マジで馴染むの。そうなんだよね。どうしたらいいんかな、これどうしたらいい、セリちゃん。これ私もすごい悩みだし、うん、カラーセラピストのセリちゃんに聞きたい。難しい難しい、うん、だって私も声小さいもん。いやこれはでももう、うん、だってうん多分同じマイク使ってんのに私の方が多分小さく聞こえてると思う。あだし私もその舞台の時に、うん、もう読み合わせみたいな時に声小さすぎて外されそうになったことあるもん、ね、あ言ってたね。そうセリちゃんあのやめとくみたいな、みたいな。そう昔ね AKB でやってたね舞台の話なの、ね、初期ですけど。でもそれで言ったら恩師も、うん、あの外の舞台、うん、でマイクがない舞台とかやっぱりあるのよ、うん、あのそうその時に、うん、その時、ま、言うたら毎回その1回の舞台じゃなくて、うんうんうん、毎回モニちゃんはまず声出しからだね。ももちゃんでそれ言われるの？めっちゃ言われる。おいしめっちゃ声ちっちゃいって言われる。だから、あの意外もうだからもう、うん、まず大きな声を出すところから始めないといけないから、うん、こう寝っ転がって、うん、こう足を上にこう持たれて、うん、バイーンってされるの。なんかそれをやりながらずっと声、うん、セリフ言うみたいな、めっちゃ大きい声で。きつ。まずそっから始まったりするから声ちっちゃいのがおいしもすっごい悩み。セリさん、どう私に聞くこれ。だってこれほら長野セリカが皆様のお悩みやねアドバイスしていこうってアドバイスでいいんじゃない？でも、うん、あの今日朝ももちゃんが話しかけてくれた時に聞こえなかったのって声が小さいというか、うん、滑舌の問題かなと思ったの。だから声が小さいなりに滑舌をよくしてみたらいいんじゃないでしょうか。どう？はあ、はあ、そう滑舌うん滑舌音しどう？いやうんいいんだけど、いいんだけど朝は多分寝起きで全然声が全然出てなかったからあの滑舌よくしたらいいと思います。なるほどね、分かった。じゃあ滑舌をね、はい、よくしてそうちょっとねお腹を意識してね腹から声出そうって、うん、難しいからすぐ声出すのは、うん、そうなんだよね。喉痛くなるし慣れだよね、うん、頑張ろうね。頑張りましょう。じゃあちょっと他のやつもちょっと読んでいく、うん、なんか気になるのありますか？なんか、うん、挨拶始めましたさんからなんですけど、はい、大西さん長野さんこんばんは。こんばんは。長野さんに相談です。大西さんのセリちゃん呼びが違和感あって未だにしっくりこないのですが、どうしたらセリカ呼びに戻ってくれるでしょうかって。望んでるんだ。来てるんだけど、うん、もうセリちゃんって呼んでから4年半ぐらい経つのに、もうだいぶ経つよ。そうこれに関してはあの、うん慣れてください。あそうですね、これに関してはちょっと慣れてもらって、はい、慣れてほしい。なんでセリちゃんになったんだろうね。セリカがセリちゃんって呼んでほしいって言ったから。そうやそうそうや、なんか音質ずっとセリカって言ってたんですけどなんか一時期からセリちゃんがセリちゃんって呼んでほしいみたいな。そうだねあったね。すいません、はい、そうだあってそっからセリちゃんって呼んだんだ。そうなんです。ここは慣れてください。お願いします。うん、あとはなるべくたくさん答えたいよね。ね、いろいろねちょっと答えていこう、時間が許す限り。あ、言うてもう終わりだわ。あら、じゃあ、じゃあ、あと一個ぐらい行こう。Okay、じゃあ、コタンさんからいただきました、はい、ももさんが卒業した後どこか旅行に行こうかなと思ってるんですけど、うん、おすすめの場所ありますか？あとは二人が行きたいところあったら聞きたいですって来てます。二人で行くならどこだろうね。まずちょっと癒された方がいいと思うんで、うん、もし森の中に行きたい。あ、じゃあ森へ行きましょう。そう、森に行きます。はい、森あと何どこ行きたい？どこやろうね、森って言ったらなんかこうさ、うん、森の中の
旅館みたいな。あで、部屋から、うん、そうかなんか川とか、うんうんうん、こう自然が眺めれるなんかさ、うんうん、そういうところの旅館に行きたいよね。しね、マイナスイオン出てるところ感じたいよね。滝とか見に行ってみる。あ、行きたい。滝、滝大好き。ほんまに、ほんまに滝、滝、滝行って御朱印集めして。あ、最高やな。で、サウナでも行きましょうか、うん、もうそれです。そうします。じゃあ、大西の卒業旅行それで、はい。あ、じゃあちょっとね、そろそろお時間なので、ね、はい、終わりのね、あれ言ってもらってもよろしいですか。はい、はい、それではまた次のご相談お待ちしております。以上、お悩み事はありませんか、セリカのいろいろ相談室でした。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、それでは次のコーナーに行きましょう。雑プランニング。はい、このコーナーは私、大西が考えた企画やスペシャルゲストの持ち込み企画など自由にやっていこうというコーナーでございます。はい、本日はリスナーの皆様から事前にトークテーマを募集させていただきました。本日のテーマは節約していることでございます。うん、じゃあちょっとね、行ってみたいと思うんですけど、セリちゃんはさ、うん、節約どうしてる？したいと思いつつも、なんか東京のものって全部高くて、高いよね、なかなか、まあ、難しいなと思ってるんですけど、うん、最近は私はカフェ、うん、カフェ巡りとかめっちゃ好きで、うん、よくカフェの飲み物とか買って帰ったりするんですけど、ちょっと高いなみたいな。高いよね、これ一杯700円みたいな。そう、なんかさ、今ってさ、それが当たり前になってるじゃん。そう、だってさ、うん、奈良に住んでた時なんかさ、うん、飲み物300円でタッカーってなってたのにさ。え、わかる、どうしたの。うん、でも慣れちゃったよね。うん、怖そうなの。だから、うん、高いです。うん、高いよ。だからやめて、うん、この持ち物をコンビニの200円ぐらいで売ってるコーヒーにしようっていう、その置き換えっていうの、うんうんうん、こ、うん、置き換えみたいなのにして500円ぐらい節約してます。わー、いいね、うん、えらい。大西は、うん、大西はまず節約っていうよりかは貯金が大好きなので、うん、あ、そうね、そう、目に見える数字がこう溜まっていくのが結構全部、うんうん、全般的に好きで、貯金もそうなんですけど、うんうん、だから、まあ、節約ここをしてますっていうよりかは無駄なものをあんまり買わないというか、うんうんうん、もうそうね、無駄遣いをそんなにしないっていうのを結構心がけていたりとか、うん、あとは自分で新しいものあんま買わない。へー、めっちゃ長年使っちゃう、うん、同じものを。物持ちがいいんだよね。そうがゆえに、なんかちょっと服汚いねとか言われることが最近多くなってるから、だいぶそこからはちょっと、ね、うん、頑張って、今まで愛用してたものを捨てて、うん、まあ、新しいお洋服とか買ったりするようにはなったんだけど、うんうん、でもめったにこう、なんだろう、つが新しいもの新しいものってあんまりすることはないかもしれない、うんうん、って感じかな。で、まあね、リスナーの方からもたくさんいただいているので、ちょっと読んでいきましょうか。うん、はい、じゃあ何か、じゃあでもね、結構多いなって思ったのは、うん、なんだろう、食費系。そうだね、食費。そうだね、ちょっと何個か、じゃあ食費系言っていこうかな。じゃあひーちゃんからいただきました。はい、ももちゃん、せりちゃん、こんばんは。こんばんは。節約するならやっぱり自炊です。コンビニに行かない生活だけでも随分違います。うん、とりあえずペットボトルを買うのをやめて、うん、水筒にするだけでもかなり違うと思います。うん、だったりとか、うんうん、あとエイトさんからいただきました。節約するならまず食費、うん、朝ごはんとお昼ごはんはできるだけ自炊するようにしてます。仕事が忙しいと毎日はできないけど、睡眠時間が4時間ぐらいあるときは作って節約しています。ただ晩ごはんは作る習慣がないので、朝ごはんとお弁当は僕が作るので、晩ごはんを作ってくれるお嫁さん募集中です。あ、いいですね。でもそうね、食費系だね、やっぱめっちゃ多いのは。そうね、あと交通費じゃない。そうね、交通費もいっぱいある。ちょっとなんかいくつか読んでもらってもいい、うん、交通費系。なーもさんからいただきました。はい、私は電車で都内移動するとき、うん、乗り換えが大変だとしても一番安いルートを選びます。うん、特に長めの乗り換えや階段は普段運動不足の私にはいい運動になります。わー、特に貯蓄はしませんが、うん、無駄遣いしないようにお得ならそちらを選ぶようにしています。すごいね。マジで。あと、うん、名前を言ってはいけないあの人、過去25歳からいただきました。電車のすこ
電車の少しでも運賃を安くする過去ケチるために最寄り駅の一つ前で降りて歩いて帰る。うわー、あれだー。いやこれできるのすごくない？自炊もそうだけどさ、いやちょっとなあのいやめちゃめちゃすごい、もうねえ、マジですごい。これはだって時間もさ、うん、かかるしさ、手間もかかるじゃない、うん、あの食費で言ったらさ、うん、水筒を持つってなったらさ、だって重いしね、重たいし、こう洗ったりもしないといけないし、でだって4時間寝れる時はだよ、4時間しか寝れない、もっと寝て、日本人忙しすぎ、マジでちょっと、うん、忙しい、ほんとすごいよ、うん、いやすごい。 あとこれはあのゆりえちゃんからいただきました。ももちゃん、はい、すりちゃん、こんばんは。こんばんは。で、私が節約していることは交通費です、うん、推しに会いに関東に行くことが多いのですが、うん、新幹線ではなく夜行バスを使うことが多いです。また少し、ね、普段少し遠いところでも歩いて交通費を浮かせたりしています、うん、歩くことで運動にもなって節約にもなるので一石二鳥です、うん、夜行バスだよ、すごい。いや本当に夜行バスだと半額ぐらいで行けるし、全然違うんだよね値段がね。そう、誰かに教えてもらったんだけど、うん、その夜行バスってすごい疲れちゃうイメージがあるかもしれないけど、うんうん、なんか最近すごいVIP ななんかすごいいい座席の、なんか夜行バスとかもあったりして、めちゃめちゃ乗りやすいみたいなのを聞いて、あ、いいなって思った。そのうわ、うん、寝てたらまあ着くわけだからね、まあ、そうだね、めっちゃいいよね。あとこれ、うん、みさんチームさんからいただきました、うん、最近はとにかくお洋服とコスメのお金を節約しています。あ、大事。大西が貯金を頑張ってるって知って頑張ろうと思ったからです。 そうなの？お洋服もお得なクーポンやセールがない限り買わないようにしたり、コスメもデパコスを買わずになくなったものをストックする程度に収めるようにしています。また現金が手元にあると使っちゃうから口座に入れたままにするようにしています。大事だよねこれね。たまったお金で AKB のイベントにたくさん行きたいし、大西に貢ぎたいですって書いて素敵ありがとうね素敵やわ、貢がなくていいんだよ、ありがとうね本当に。素敵。いやでもコスメはそうなんだよ、ね、高いから。高いんだよ、うん、だってこんなさ、ちっちゃいので2000円とかするやん。4000円とかするよ。無理高い。だってそれこそさ、うん、まあ、化粧品とかもそうやけどさ、うん、あの何スキンケア系もう化粧水乳液とかさ、だってそれ1本じゃないからね。そ1本5000円ぐらいするのを、うん、化粧水、美容液、乳液、クリーム、パックって全部そのぐらいのがするから、本当にもう難しい生活が。そうなんだよね。しかもさ、そう、あの大西はお肌に、うん、あのちょっと自信がないから、あの、うん、皮膚科とか行ったりするのね。もうさ、うん、もう昨日もね行ったの、うん、皮膚科にね皮膚科に行ったんだけど、うん、効きそうなやつが、うん、1万5000円とかすんの。高い。もうさ大西さ、ね、もうでももうさ手が出てもってさ手が出てもって、ね、お肌綺麗にするためのちょっと武道館までに肌ね良くしたいなと思って、うん、もう綺麗ですけど、ね、ありがとうありがとう、うん、でももう泣く泣くこう手に取ってしまったりとかするからさ、うん、いや本当にわかる。マジで本当になんか本当サプリメントとか本当、うん、ビタミン剤やら、そうめっちゃねわかる。夏なんて日焼け止め飲む、日焼け止めとか絶対にいるし、そうだよね、もうねダメよね。わかる。あとこれはなおさんからいただきました。ももちゃん、せりちゃん、こんばんは。こんばんは。節約しているのは洋服です。私は洋服を買うことが一つのストレス発散で、どうコーディネートをするか考えるのが好きなのですが、うん、通販で買い物するときはなるべく割引されている時を、うん、めがけて見逃さないように買って節約しています、うん、っていうので、やっぱさ大西も服とかさ、うん、こうたまにパーンって買うのストレス発散なの、うん、それはだって抑えてるってことでしょ。すごい、ほんとすごいよもうね。 あとなんだ、あの生活費系だねこれ。生活費、リンさんからいただきました、はい、部屋の電気を節約します、うん、部屋の
部屋の大きい電気をつけないで机の電気をつけて夜を過ごします。だって電気代ね、電気代高いもんね、めっちゃ、うん、あ、なんであんな高くなっちゃったんだろうね、分からん。なんか今年入ってからだっけ、あのなんか一気にグーンって高くなった、びっくりもしびっくりしたもん、通知みたいなの見て倍ぐらいになってると思って、うん、え、そんなつけたっけって思うよね。そう、今までと同じぐらいなのに、うん、なんかめっちゃすごいじゃんってなった。いや本当になんか、うん、必要以上に払ってない私たち ね、皆さんもそう思いますよ ね、本当苦しいよね本当どうしたらいいんだろうね、うん、頑張って稼ぐしかないのかな。もうからへん、そうなんだね、結果そこに至るんだよね。分からへんけども、ちょっと頑張って稼ごうか。でもすごい交通費節約とか、うん、食費節約とかはまあ頑張りたいよね、うん、そうだね、やっぱり美容にお金かけたいから。そうだね、その節約した分ね、どっかでね、そうそう、お金かけれたらいいよね、と思いますね。うわ、ちょっとうちらも頑張ろうね、節約。頑張ろう、よし、うん、頑張ろう。じゃあそろそろですかね、うん、あ、でもあと1個ぐらい、あと1個、2個ぐらいいけるかも。あと1個、あと1個ぐらいいけるね。そうだね、うん、じゃあ幸子さんからいただきました、うん、使うときと使わないときのメリハリを大事にしています。うん、例えば友人などと普段食事に行くときは美味しいもの、そして楽しく食べるためにパッと使いますが、うん、それ以外自分一人の食事のときはおにぎりと飲み物だけにして、かつポイントで生活しています。えらい、えらい、いや、ポイント、ポイント大事。待って、美味しい、これできてないの、うん、でもさ、ポイントカード貯めすぎてもさ、どこにポイント貯まってるか分からへんくなるから。あ、そうなの？私もポイントはあんま貯めなくなっちゃったけど、あの、うんうん、でもさ、なんか大西ポイントを貯めない人間なんですよ、うん、っていうのもなんか、うん、今までさ、例えば1個のさお店で買い物してきたとするじゃん、うんうんうん、で最初ちょっとまあ時間なかったりとかして、うん、ポイントカードつくのちょっとめんどくさいから、うん、あ、大丈夫ですって言うとするじゃん、うんうん、で2回目以降行ったとするじゃん、その同じお店に、うん、でポイントカード作りますかって言われたら、うん、じゃあ1回目の分はってなっちゃうのもったいないっていうの、なんかその1回目の分がもったいないから、もうもう作りたくないってなっちゃうんだよね、うんうんうん、ポイントカードを。めっちゃわかる。でもさ、絶対やった方がさ、いや、そういいんだよ、ポイントなんて。なんかしかも最近なんかさ、最近っていうか前からあるかもしれんけど、うん、レシートの下にクーポンみたいなさ、うん、あるよね、出てくる時あるやん、うん、でもあれってさ、当日に使えるんじゃなくて、ちょっと先の1週間後からみたいな。 あ、そうなんや。そうで、うんうん、なんか日付見たら、あ、これこの時までにこのレシートを手元に持っておけるかわからんからと思って、レシートを置いてきてしまうっていうのがあって、うん、だからそういうクーポン系とかポイントって難しいよね。いや、でもこれが一番さ、うん、今からすぐできるやつだよね。できる、一人の時に節約して、うん、ちょっと今日からポイントやってみようかな、うん、え、今までの分大丈夫？無理やめといた方がいいんじゃないかなそうだね、ポイント、うん、レシート、あ、レシートの、レシートを貯めようかな、あのクーポンクーポンついてるやつ使う、それほんまに。あれでさ、たまにさ、うん、なんか分からへん、なんかくじみたいなタダで引かせてもらった時にさ、うん、あのお茶タダでもらえるみたいな あるよね、なんかコンビニとかで。もらえる、もらえる、そう、ああいうのをちょっと大事にしていこうかなって思うわ。うん頑張ってください私も頑張るじゃないの私も、はい、うん、頑張ります。私もじゃあ頑張りましょうね、はい、ということで、じゃあ本日もたくさんの投稿コメントありがとうございました。ありがとうございます。以上、ザッツプランニングのコーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ではお願いします。はい、それではここでもう一曲聴いてください。 AKB48 で In Anyway。さよならを君は
いただいたのは AKB48 で E-Anyway でした。セリちゃんのセンター曲、イエーイ。皆さんこれ見ましたかね。もうマジでかっこいい。嬉しい、一番言ってくれる。そう、なんかセリちゃんやっぱセンターだから、うん、あのイントロとか感想かな、うん、で途中で一人で立つ部分とかあるんですよ、うん、そうなんです。もうかっこいい、マジで。あなたやっぱセンター似合うよ、うん、ありがとう。かっこいい、たくさん披露してください。頑張る。ということでですね、ではここで少しだけ告知をさせてください。はい、10月も来週、もしかして、え、今週、あ、もう今週、うん、キャー今週ですか。やばいよね今週か。そうだよ、あと3日後、あと3日後だよ。え、それは聞いてないね大丈夫かな。すごくない？あと3日後の10月20日から22日まで、AKB48 をなんと武道館でコンサートをさせていただきます。はい、3日間のコンサートとなるんですけれども、うん、あの全ての、ね、日程、あのセットリストだったりテーマが違うので、うん、今みんなで絶賛あのレッスン中でございます。はい、で新しく、ね、追加されたのが、うん、あの Hulu ストアさんにて、独占配信が決まりました。そうね、うん、あの会場に来られないよっていう方はね、うん、ぜひね、あのこれで見てほしいなと思いますし、はい、あとは会場に来てくださる方は、うん、撮影タイムもね今回設けられたんですよね。短いけど。そう、でもやっぱさ、うん、可愛く、なんかこう会場でさ、やっぱりさ、うん、撮ってもらえるって嬉しいじゃん。もともとチームエイトとかもさ、そう、撮影 OK、うん、だったものとかもよくあったので、うんうんうん、だからもう来て、うん、ぜひよかったら推しカメラだったり、ね、自分だけを撮ってくれたりとか、うん、かわいい写真を撮っていただけたらいいなっていうふうに思っているので、ぜひぜひ朝、しあさってかな、3日後から始まる、うん、AKB48 武道館コンサート、ぜひぜひお越しください。よろしくお願いします。あとね、新衣装もあるからね。そうなんだよ。はい、そう、大西知らなかったの。さっき X のあの あれ見て、うんうん、そう、しのぶさんっていう方があの、うん、ポストしてて、そう、そう、それで初めて、え、新衣装あるのと思って、めっちゃ可愛い。もうフィッティングしたんだよね。したしたした、可愛くて驚いた。マジ？みたいな。しかも今回はメンバー全員が、全員こんな愛のあることある？マジで、うん、すごい。AKB さ、言えばさ、だいぶさ、うん、あのね、卒業ラッシュがあって人数は減ったとは言えさ、うん、めちゃめちゃそれでも多いわけじゃん、うん、なのにこう全員に新衣装があるっていうのがすごく嬉しいね、うん、なのでそれにもね、ぜひね、注目していただけたらいいなっていうふうに思います。はい、ということでですね、次回、第61回目の放送は、11月21日火曜日18時より、こちら渋谷クロス FM さんのスタジオから公開生放送でお送りいたします。それでは最後にみんなでタイトルコールをして終わりたいと思います。はい、私大西が AKB48 大西桃花の渋谷でせーのって言ったら、ご一緒にパラダイスでお願いします。はい、 OK そう。はい、じゃあ行きますよ。AKB48 大西桃花の渋谷でせーのパラダイス。ありがとうございました。